タイトルにもありました通り、私は今コロナに感染しています。ようやくこうやってカメラの前で話ができるぐらい体調は回復しましたが、とにかくしんどかったです。辛かったです。症状が出始めたのは、友人とご飯を食べに行って帰ってからなんとなく体はだるいなと思っていたんですね。で、朝起きたら、というかもう起き上がれないんですよ。しんどすぎて、あ、これはやばいと思って会社に電話してお休みをいただいて、で家に抗原検査のキットがあったのでやってみたんですね。で抗原検査は陰性でした。で PCR の検査キットもあったので、まあ、それをやってみようと、家で唾液を取って箱に詰めてポストに投函して送るという方法の PCR の検査キットなんですね。ただ家で唾液を取ったはいいものの、もうしんどくて動けないのでポストまで投函しに行けないんですよ。でどうしようと思った時に友人にお願いして、であとはゼリーとかフルーツとかそういった軽めのものを買ってきてもらいました。もちろん直接のやり取りはせず、あの玄関の前に置いといてもらうというやり方で食料は手に入れたんですけれども、まあ、その時本当友達のありがたみが分かりましたね。ああ私もちゃんと友達いたんだって安心しました。でまあそこから検査の結果が分かったのが次の日の夕方で、まあ、もちろん陽性でした。というかもう逆に不謹慎な言い方かもしれないですが、これで陽性じゃなかったら、逆このしんどさは何なんだ、何の病気なんだって余計に不安になってしまいそうだったので、なんかこう陽性で別にホッとはしてないですけれども、陽性ってこう驚きは全然しなかったですね。ああやっぱり陽性かって思ったぐらいです。で症状が出てから丸2日半寝続けました。もう起き上がれないです。もう起き上がるタイミングとしてはお手洗いと歯磨いた時ぐらいですね。でお手洗いに行ったついでにちょっと冷蔵庫からフルーツをつまんだりとか、もうそれぐらいです。もうしんどくて、幸い熱はなかったです。私の場合10のうち8がしんどくて動けない、であとは喉の痛みがあったり、あと頭痛はしましたね。頭痛は結構あったので家にある鎮痛剤は飲んでました。で病院には行っていません。陽性判定が出た次の日にその PCR 検査のキットを送った病院の先生から直接携帯に電話をもらって症状を聞かれて、で息苦しさはほとんどなかったので、じゃあ入院の必要はないですねということで、まあ、あの病院の先生と接したのはもうそれぐらいです。実際の近所のかかりつけ医とかには行っていないですし、コロナと判定されてから新しくもらった薬とか新しく飲んだ薬とかはないですね。で保健所からの連絡も名古屋市は少し前から電話連絡がなくなったみたいで、患者さんが増えすぎて、でなんかねショートメールが送られてくるんですよ。マイハーシスだったかな、それでこうウェブで自分の体調を管理できますよというサイトがあって、それ用のこう数字、あなたの ID ですみたいなのが送られてはきますが、それぐらいですね。なので保健所の方ともお話はしてないです。なのでもう完全に一人自宅療養してるっていう感じですね。まあ私の場合は、まあ、本当しんどかったので決して軽症ではないと思うんですが、その肺炎を起こしたりとかね、高熱で苦しんだりという重症でもないので、まあ、あの保健所の対応、病院の対応もこんな感じなのかなって思いました。いや少し前に弱音の動画を上げて、会社はコロナだらけで大変だっていうねお話をしたばかりなんですが、自分もなってしまいました。いつかねこれだけ移動とかしてるとなるだろうなとは思っていたんですが、私ね何の根拠もなく自分がコロナになった場合は
無症状か軽症だなって勝手に思ってたんですよ。でもね、こんなにしんどいとは思いませんでした。とにかくしんどかった。いやもうコロナはもう一生無理です。もう二度とかかりたくないです。でもね、これは本当皆さんには気をつけてくださいなんてことはもう言えないですね。気をつけていてもなってしまうものなので。でもコロナに感染すると本当大変ですということもお伝えしたかったですし、やっぱり私 もう改めて手洗い消毒、あとは あまり大人数ではやっぱりしばらくは出歩かない方がいいなっていうのも思いました。そしてね、会社にも本当シフトで迷惑かけてしまって悔しいです。あとはせっかく今こうコロナの方の代わりにどんどんこう仕事が増えて、まあ、いい感じだったんですけれども、私はこう完全業務委託で仕事に行かないとお給料がもらえない状況で働いているので、もうだいぶ仕事を休んでしまってもうお給料がない状況なのが悔やまれます。もうしょうがないんですけどね。コロナになったら会社に行くどころかもう世間を出歩くこともできないので、もうこればかりは割り切らなきゃいけないんですが、ああ悔しいっていう感じです。でもね、何をするにもやっぱり健康体が一番なので、まあ、こうやって皆さんの前でお話しできるぐらい回復してよかったなって思っています。まだ自宅療養期間なので、もしかしたらこの先容態が急変してしまう可能性がないわけではないんですけれども、まあ、でも最初の 2,3 日の苦しさを思えば、まあ、元気にはなったのかなって感じです。また療養中にもし動画が撮れたら撮ろうと思っていますので、見ていただけたら嬉しいです。今回も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。